皆さんこんにちは、時刻は5時半になりました。つながるラジオの時間です。パーソナリティは松山秀勝です。どうぞよろしくお願いいたします。今日この後6時までの約30分間、皆様ぜひサイパーでお付き合いください。この番組はですね、みんなとつながる広がるをテーマに青森県の津軽からお届けをしている番組です。はい、9月3日の日曜日を迎えました。今私はですね、弘前市にあります、青森県の弘前市にあります、まあリンゴ畑の、農道に、一人ポツンと立ってですね、こんな感じですね。はい、本当にどこだっていう一体どこにいるんじゃっていう一本道の農道にですね、リンゴに囲まれながら、今話を一人むらしくしておりますけれども今日はですね、まあ、だいぶ、ちょっと収録しているのはまだ8月の下旬なんですけど、で今ちょっと夕方ちょうどつながるラジオのお時間と同じ時間帯、今大体5時半過ぎぐらいなんですが、この夏の終わりがけの津軽地方のリンゴ畑の模様をですねお届けしていこうかなっていうふうに思っております。以前ですね、リンゴの花が咲いた時ですね、一度リンゴ畑を紹介しているんですけど、もう8月になると早いものはもう出荷が始まってたりもしてましてですね、和瀬っていう早い品種ですね、早い品種はもう店頭に並んだりもしております。なので今のねリンゴ畑まだ最盛期ピーク直前って感じなのかな、あと1ヶ月ぐらいかな、って感じになると思うんですけど、だいぶ動きがですね慌ただしくなっている感じがしているので、見てる方はですよちょっと今の状況ですね、歩きながら、レポートじゃないですけど、雑談していこうかなというふうに思っております。この番組は青森県弘前市で創業46年弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ Facebook ページからお問い合わせください。ちょっとここから農道をお散歩をしながらですね、少し青森県のリンゴの農道ってこんな感じなんだっていうのを少しですね、音と動画をご覧の皆様は動画とちょっとこう体感していただけたらですね嬉しいなというふうに思います。今ちょうどこれ袋掛けしてあるリンゴがね映ってますけど、袋掛けしてますね。袋がある、袋がある、ある袋と書いて有袋。こっち無袋ですね。袋がない、ない袋と書いて。昔はね、これ全部袋掛けっつって、こう一個ずつこうやってね、袋にこう、リンゴ、一個ずつちゃんとこう、袋にね、かかった状態にしてたんですよ。で、ある時点でこれね、取ってね、で、色付けっていう作業に入るんですけど、要は赤くなる、今こういうふうに青りんご的な感じなので、ね、これを袋か剥いで取ってですねお日様に当てて、まあ、色をつけるというのが今後のこう工程になってくるんだと思うんですけど、ちょっと私りんご農家じゃないんでね、ちょっと間違って言ったこと言ったらごめんなさいね、ざっくりそんな感じだと思っていただければと思いますね。はい、農道はどこまでも続いていきます。農家の人はですね朝が早くってですね、今だと大体4時半ぐらいからかな、やっぱりこうもう動いてらっしゃいますよ。すごいこう早くからですね、もうで大体夕方これくらいのちょうどこのつながるラジオオンエア時間ぐらいになるともう皆さんお帰りになるというかですね、まあ帰宅されて明日に備えるみたいな、
感じなのかな。でリンゴ収穫の時期はもう雨とか関係なく、農家さんはね本当もう最中動いてらっしゃるイメージですね。毎日軽トラが行き交ってますね。この細い農道でも全然車通りますからね。今この時間も皆さん農家の皆さんお帰りになってますけど、でちょっとこういう風にね、下の方にリンゴがね落ちてたりなんかするじゃないですか。これはまあミスグリーってなんて呼んでますけど、一つの木にねこうできるリンゴの数をちょっとこう制限しているんですよね。あの大きさがやっぱり大きくならなくなっちゃうんで、これ全部実がついちゃうとか、本当はもっといっぱい実ついてるんですよ。花の数だけ実がつくので、まあ受粉ちゃんとできてればねつくので、もっとこうついてるんですけど、こう定期的にミスグリってこうちょっと実を捨ててる。で1個の玉が大きくなるように栄養が行き渡るようにそういう手間をかけてるんですよね。だから下にこういっぱいリンゴ落ちてます。こうやってね、いっぱい落ちてます。なんかこういうリンゴをねちょっと活用しようなんていう動きも出てたりね、もうしてる人もいるのかな。なんかそういう風な話も聞きますね。まあでもこれ捨ててるように見えるけど、結局はこう肥料になってるというか土に返っていきますんでね。これからこちらは雪が降りますから、雪が降るとねもう春になるともうそれが土になってるみたいな感じですよね。ちょうど今夕焼け時です、もうのどかなリンゴ畑の農道の散歩、結構いいもんですよ。前まではね毎日45分ぐらいかな、だいたいこの一コース、まあ、ルートが自分の中で決まってるんですけど、一コース45分の3キロをこうゆっくりね歩いてる感じだったんですけど、ちょっと夏暑かったのと、自分も資格取得の学校に通ったりしたもんで少し散歩をサボってしまいましてですね、今は週1回か2回くらいしか散歩出てないですけど、もう少しね日が今まだ西日が強いんで落ちてくると少しひんやり感が出てくるんですけど、この時間帯まだですね、今日の段階だとまだちょっと暑いですね。ただセミはねでも鳴いてないです。もう松虫かな、スズムシかな、鳴いてます。でこの辺りもちょっと面白いんでね見ておきたいなと思うんですけど、これなんかこうね棒がいっぱいすごいこう並んでいる状態なんですよ。でこれリンゴのまだ若い苗木が並んでいる状態なんですけどね。で、まあ、育っている状況っていうのはこういうふうにね生い茂ってる感じなんですけど、本当に森みたいなね感じなんですけど、ここの部分はまだ新しい、まあ、農地というか園地というか、まあ、植え直したところなんでしょうね。で最近のこの栽培の仕方っていうのが結構こう主流が変わってきて、前までは本当に森のようにこうね、生い茂っている状態がリンゴの農園っていう感じだったんですけど、まあ、今はこうやって一個一個の木をちょっとこう小さめにしていく、であんまり高くしないようにするっていうのが、まあ、そっちの方が手間がかかりづらいというかですね、あんまかからない、でその分1個の木から収穫できるリンゴの数ってやっぱ少なくなるらしいんですけど、ただやっぱ収穫するのもねやっぱ脚立必要なんですよ。これ僕の身長よりも絶対高いんで、リンゴの木って普通のね農園だと高いんで、脚立お友達なんですよ。でそれ専用の機械のね脚立もあったりするし、で収穫だけじゃなくてさっきみたいにねこうリンゴを実をちょっとこう寄りすぐって間引いていくみたいな作業もやっぱ必要ですから、しょっちゅう脚立登り下りするのってやっぱ大変なんですよね。普通にやっぱ2メーターどころじゃないもんね、もう3メーター近くあるもんな、これだと自分の身長の倍ぐらいあるからですから、
3メーター超えるんじゃないかな。うん、やっぱそういうのよりもちょっとこのね、まあ2メーターぐらいかな。うん、木自体はまだね、これあのリンゴなならないですけどね、うん、何年かかかるんですよね、こっちリンゴになるまで。だからこうちょっと時間はかかるんですけど、こっちの方が、まあ、手間はかけやすいというか、うん、手入れしやすい、そんな感じですよね。はい、なんだっけな、なんとか密集農法っていうんですけどね、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、はい結構こういうのをよく見かけるようになりました。昔のリンゴ畑もね、全然の方が多いですけど、こういう感じのね、ほんと林みたいなリンゴ畑が多いですけどね。この辺がだからちょっとそのあれかな、育ってきた系の感じかな。うん、育ってくるとね、この2メートル、まあそれでも2メーター半ぐらいあるのかな、2メーター半にまあリンゴがついていくと、ちょっとこう森っぽくならないというか、林っぽくならないというか、一個一個がちょっとこう手入れしやすい感じになってくるということですね。はい、曲がります。さて、こちら左側にですね、なんか網のようなものが連なってますけど、まあリンゴの弱いものはやっぱ風に弱い。やっぱ一つ一つの実が大きくなることはあのとてもいいことではあるんですが、風がボワーって吹いちゃうと、特に台風ですよね、台風来ちゃうとボトボト落ちちゃいますんで、なのでね、やっぱりこういう防風ネットとしてこういうのがある農家さんもいらっしゃいますね。うん、防風ネットになります、これは。で、今ちょっとこう閉じた状態になってるんですけど、まあ、カーテンみたいな感じですよね。だから本当に風が吹くぞーって時は、これがこう、カーテンのように、張り巡らされるという感じですよね。はい。あ、ここに桃の木がある。これ多分桃だな。ここの園地さんはちゃんと桃にも袋掛けされてらっしゃるけど、結構この桃、あ、桃なのかな？多分桃だと思うけど、葉っぱ的に、ま、あ、桃ですね。奥の方にちょっと中まではいけないですけど、うん、桃がちょうどいい感じになってますね。うん、桃とかですね、あと栗の木もこうリンゴ農園にはよく見かけますね。植えてる人多いです。あとたまにブドウも見るかな。ブドウも見ます。あとトンボも今飛んでますけど、ね、トンボ今映ってないかもしれないです。ラジオは聞こえてないトンボの音は聞こえないと思うんですけど、結構ねトンボめちゃくちゃ飛んでます今。すげえ飛んでます。まあそういうところからするとやっぱ秋なんでしょうね。このなんかでっかいこのコンクリートブロックも何か一応触れときましょうかね。これ水が溜まっております。見えるかな、水が溜まっております。なんかいろいろやっぱね、農作業でお水使いますから、いろんなね、農薬散布するときにも水必要ですし、うん、ああいうなんかでっかい水がみたいなのは結構各地にですね、置いてありますよ。多分こう、この辺の組合さんとかが管理されてるんだと思うんですけど、うん、ああいう結構見ますね。あ、農道はねもう続いてますけど、誰ともすれ違わないっていうね、これやっぱ都会と違うとこっすねもうちょっと散歩するだけでもう誰かとすれ違うっていうか、東京だとランニングするとは皇居ランなんてね言いますけど、皇居ランするともうえらいこと、もうすげえな人が走ってますけど、田舎だとねそれがないですね。あ、飛行機も飛んでますよ。いるかな、すごいちっちゃくね飛行機も空を映してるんですけどね。あ、この今飛行機がねもう 2機飛んでます。この価格上に2機いるのは分かるかな、多分分からないと思いますけどまあそんなものを感じながら、いつもリンゴをこうですね歩いてる感じですね。リンゴの喉いいっすよ。ちょっと涼しくなってきました、だいぶ。
これが先ほどのね防風ネットの完成版じゃないですけど、ちゃんと張り巡らされてるバージョン、これで風よけをしてますと、リンゴが落ちないように、してますね。あ、この辺は先ほど見ていただいた、あまりそう背が高くならないように管理されている、ちょっと年数が少し経ってるくらいの感じじゃないかな、なのでね、リンゴの木がなってます。かわいいですね。まあ、だから一人でねこうやってベラベラ喋りながら歩いても、まあ、変な人には見られないっていうメリットもありますね普通だとちょっと都会でこれやるとちょっといろんな人にもしかしたらご迷惑かけちゃうかもしれないんですけど、まあ、人にすれ違わないというか人が映り込まないっていう点では迷惑か人に迷惑かからないですかねかかりづらいかな。今厳しいからね、なんかいろいろぼかしたりしないといけないですからね。さて、農道の交差点に今から出てきます。結構ですね、今私が歩いているとこは、まあ弘前の中でもどちらかというと山側の方で、ですので標高が少し高いというか、ちょっと弘前の夜景ってことじゃないけどそういうの見えたりもします。あ、これもちょっとねさっきからちらちら見えてくるのでご説明しておきましょうか。これはですねリンゴを収穫して、リンゴを入れる箱なんですよ。リンゴ箱なんですけど、でこれを、出荷するなんで市場に出荷するときにはこの箱で持っていくという感じですね。今空箱です。これ空箱なんですけど、リンゴがもいでいかれるとどん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 この箱に入ってくるという感じですね。はい。多分これで終わりじゃないと思います。まだまだ多分第2弾第3弾がもうだから第1弾が今ちょうど来た感じなのかな。だからこれからバンバン収穫が始まっていくという始末をね今準備をしているというところですね。はい。いやあ、だいぶ涼しくなりましたよ。トンボもねなんかすごいいっぱい飛んでるんでなんかちょっといい感じで撮りたいんですけどね、警戒心強くてなかなか難しいです。で今日はねちょっと隠れちゃってるんですが、今この夕焼け西の方にカメラを向けて真ん中にちょっと雲で隠れてしまってるんですけど、お山がねあるんですよ。これが岩木山っていうお山ですね。今日はちょっと隠れちゃってますけどね、岩木山です。今ちょっとこっちが夕暮れ岩木山って感じですね。岩木山もね綺麗な時、今日昼間はね雲かかってなくて岩木山綺麗にくっきりはっきり見えてたんですけどね、ちょっと夕方になったら雲かかっちゃいました。この辺とかもまた若いね、多分今年なのかな、これ植えたばっかりだと思うけど、こうね一直線に並んでますね。これがだからこう育ってくると隣のような感じになる、隣のような感じ、ね、少し育つとこうやってなってくる。これがまた新しい、ね、ところだと思いますね。リンゴの木ね、これ太い幹になるのもこれも剪定が必要で、なるべくこう高くならないようにするのもそうだし、必要な枝と必要じゃない枝ってのがやっぱちゃんとあるみたいで、そういう剪定の作業はね、雪降ってるまだ最中にやってますよ。2月とか1月末ぐらいから2月ぐらいにかけてやってらっしゃるのかな。なので雪溶ける前からねリンゴの枝は剪定作業っていうのをやってますよ。そういうのもねやっぱ農家さんの努力だし、この辺草かっていうの分かりますかね。これ多分持ち主がちょっと
違う場所なんで、左側と右側でちょうど草刈ってる草刈ってないってのがあるんですけど、これ草刈りもね、もう非常に、あの右側はたまたま今までやってなくて、普段はやってらっしゃるんですよ、やってる跡があるんで。今車がね、ゴーカートみたいな車で草刈るんですけど、なんで車のこう車輪の跡がね、ちょっとこう映ってるっていう、ラジオのつなつとはないけど映ってるんですよ、うん、左側は草刈り、ゴーアフター、右側は前ビフォーですね。もう草刈りもしょっちゅうですよ、しょっちゅうやってます。なるべくリンゴの方にね、栄養が行くように、草に栄養取られないようにねしてるんでしょう ね。草刈ってますよこれ、ね、なんかこうちょっとこう波線状というか、こうねライン状になってますけど、線が赤い、これ車の通ったというか、ほんでちっちゃいゴーカートをねブンブン、乗りますって言ったらちょっと言い方おかしいけど、まあ、そんな感じでね草刈ってるんですよ。昔は刈原駅でね、もうウィーンウィーンっていう感じでやってたと思うんですけど、今車になってますね、ちっちゃい車。はい、さあこんな感じでね、またあーでも雲がね綺麗に映るといいな。今なんか夕焼け雲が非常に綺麗に、もくもくもくって白い雲がねちょうど赤く染まっています。リンゴ畑と一緒にね、なんか夏っぽさもあり、ちょっと秋っぽさもある、そんな感じですね。まあ9月ね、この放送オンエアは9月なので、もうさすがに今年の夏は非常に暑い夏なんですけど、さすがにね、うん、ちょっと緩んでくるかな。あ、なんか鳥が映るかな、どこ撮ればいいんだろう、この辺から映ってるかな、あ、これ映るかな。今 V の字になって鳥が飛んでます。何の鳥かちょっと分かんないですけど、 V の字になって鳥も飛んでます。なんか鳴いてますよ、うん、こんなん見ながらね散歩してるんですいつも。結構良くないですか、ね、これ結構好きだよね、このリンゴ畑の中散歩するの。まあ、家の近くがリンゴ畑だっていうのがすげえラッキーで、だから今夕方になるとね散歩するのってまあ私ぐらいなんですけど、この近辺だと朝はね、あの走ったりしてる方多いですよ、ジョギング、うん、ジョギングするにも結構いいですよ。道あの結構こうチョイスによっては距離数稼げるんでね、私もだからこう農道結構入り組んでるんですけど、ちょうど3キロになるルートを歩いてるんですよ。それもこういろいろこう試行錯誤して、あ、これで歩くと3キロだなみたいな。でたまに気分転換行ったらね、あの今ちょっと交差点来てるんですけど、まっすぐ行ってもいいし、右行ってもいいし、まあ、左行ってもいいしって、まあ、僕は左いつも行ってるんで今日左行きますけど、はい、まあ、そんなこんなでね、だいたいどういうルート歩けばね、あ、この辺結構リンゴ大きくなってるな、この辺実が大きいですよ、うん、もう間近じゃないのかな、ね、皆さんのお手元にも届くかもしれませんね、このリンゴたち。今こういう風になってますよ、ラジオだと伝わらないかもしれないので動画でぜひご覧くださいね。あんまりリンゴ畑見ることないと思うんだよな、ね、いい感じで皆さんがよく見るリンゴになってるじゃないですか。あ、この辺結構大きいな、リンゴ大きいリンゴです、すごくこの辺のやつがすごいでかいですよ、なんか野球ボールなんかよりも全然でかいです、ソフトボールぐらいでかいです。品種がねきっとあるんだと思うんですけど、品種まですみません分かんなくてごめんなさい。ここ僕好きなスポットでね、ちょうどど真ん中にね、本当は岩木さん先ほどのお山がねあって、今ちょうど日がもう沈むかなぐらいのね、太陽がちょうどこう沈むかなぐらいのところに今弱く光を放っているのと、岩木さんとリンゴ畑
いいっすよね。はい、ということで今日はですね、リンゴ畑の中を少し散歩しながら、リンゴ畑、今のね、この8月、収録8月末の、だいたい津軽のリンゴ畑どうなってんのっていうのをお届けしてきました。いかがでしたでしょうか。はい、エンディングです。エンディングはなぜかちょっと見えづらいけどね、これブドウの木のバッグになぜか撮っておりますけど毎週日曜日、5時半からつながるラジオをお届けしております。よろしければですね、エンディングのところに、QR コードを載せておきますのでですね、サムネイルにも載せておいてきた方がいいのかな、今日は。はい、QR コード載せておきますので、過去のね、アーカイブ、つながるラジオの専用の YouTube チャンネルございますので、そちらもご登録とかね、いいねとか押していただけると励みになります。あと毎日情報発信もしてますので、そちらもぜひご覧いただけると嬉しいですということです。はい、また、リンゴをね、ちょっともうた10月ぐらいにもう一回歩けたらいいかなって思ってるんですけど、うん、でまたリンゴ畑ちょっとご覧いただきたいなと思ってますんでね、ぜひ楽しみにしてください。ラジオだけどって感じですけどね、すいません、はい、YouTube でぜひご覧くださいということで、ですね、また来週日曜日5時半に、お会いしましょう。それでは今日も、お聞きくださりありがとうございました。では失礼いたします。